なんかさ、隣に座った時平気で話する人とかいるやん。絶対あれできないですね。2席のとこにするやんか、はいはい、E と D かな、うんうん、だから E に座ってるやんか、うんうん、だから D に座ってくれてるでしょ、はいはい、その人話しかけてきてするやんか、どこまで行かれるんですか、うんうん、とかなんか話してますよ。嫌ですね。嫌でしょ。なんであの話できるのかなと思って。うん、はい、男三匹の美学ということでお願いします。お願いします。今日はちょっとね、堀江貴文さんのネットニュースを見てすごいこう、まあ、堀江門さんのね、うんうんうん、僕結構堀江門さんの、はい、言わはることってね、その、うん、まあ同意するかしないかっていうよりはおもろいなって思って 、はい、聞いたりすることがあるんですよ、うんうん、例えばあの極端な人なんですよね、あの人っていう人ね、うん、あの電話かけてくるやつとは仕事しないらしい。ああ、そうなんだ。なんでかって電話っていうのは今時こうメールや LINE でその連絡事があるのに、うん、わざわざ電話かけてきてうだうだ時間取るやつがもうたまらんと、うんうんうん、まああの人忙しい方なんでそういう考えになるだろうなって。まあまあとはいえ電話かけてくる人を全部関係切るっていうのもこれ極端やなと思ってて、はいはいはい、でこの前見たニュースがまたえらい極端やったのが新幹線の話なんですよ、はい、うん、で新幹線であの席倒れるじゃないですか。ああ倒れる、うん、でむしろあれって倒さんかったらなんか変な感じじゃないですか、うん、新幹線の席って、うん、なんかこう首痛なるみたいな。ああね、はい、そうで倒す時に、うん、後ろに何か一言言うじゃないですか、うん、言いますね。すみませんちょっと倒しますとか言うじゃないですか、うん、それ倒す人が許せんって言ってました。おお、倒す人は言う、倒しますって言う人は許せないのか。だ倒す人は OK です。 OK なんですよ。言う、あの断らんでええということ。そうそう、断る人がもう嫌いだと、うんうん、あるある、その件は、うんうん、であの要はそれはあの勝手に倒したら揉めたりするから、うん、それの予防をするためで言わはるんですけど、うん、だから堀江さん忙しい中新幹線乗ってたらもういつもこうゆっくりしとったら前から顔が出てきて、うん、倒していいですか聞かれると、うん、勝手に倒すよって思う、うん、って言ってましたけど、はいはいはい、あれどっちは僕は結構、うん、これ言うたら堀江さんから言ったら嫌われる方で言うちゃう方なんですよ、うん、すいませんちょっとだけですけどね、はいはい、全然言うちゃうんですけど、でアナウンスでも、うん、倒す時は一声って言うてるから、はい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 、そのアナウンスに従って僕は言う方なんですけど、うん、言う方ですか。僕は用意ワン方です。用意ワン方だからあんまり倒さない方。え、うん、用意ワンから。じゃああの角度でずっと乗ってるんですか、うん、だからそれもあれやから、はい、もう分からないぐらいにちょっとこうちょっと倒すみたいなグラデーションでこう、うん、うん、ぐらい。だから言わないね。あで言われんのも、まあ、言われてもなあ、まあ、ええやんかと、うんうんうん、あの僕はだからほんまに極端に倒す人、はいはいはい、あんな人は言うてほしいと。あ、まあ、ちょっとぐらいやったらもうそれはええでという、うん、あれだって倒さない成立せえへん形になってるでしょ、うん、なんか、うんうん、だから倒すのはいい、倒した方がいいけど、だからもうでもぐわっと倒す人はそれはちょっと言うといてあげないとなっていう感じはする。僕めちゃくちゃムカついたのが、うん、東京かどっか仕事があって、うん、で帰り僕もう普段もったいないから夜行バス使うことが多いんですけど、ただその時ちょっと、うん、お金もちょっといただいてたんで、うん、あのじゃあ新幹線ちょっと、はい、贅沢させてもらおういうことで、はいはい、まああの自由席ですよ、うん、自由席で座らせてもってたんですわ、うん、でその時に言うたようにその新幹線の席ってなんかこれ直角なんですよね、感じあですね、直角で、んでなんか枕みたいなあるからちょっと前にこうなる、ちょっとだから普通に座ったらこうなるから、うんね、倒さなあかんやっぱり、うんうん、だから妙にたく言ったんですよ、うん、倒していいですかって言ったら後ろに、うん、あれ50代ぐらいのですね、うん、女性、はい、まあ、女性っていうかもうおばはんなんですけど、うんうん、私仕事してるのよみたいな感じでしたわ、うん、もう、うん、なんかね忙しいんですみたいな、なんか感じのね表情をしてたんですよ、はい、そういう表情をしてたんですよ、うん、だから多分ね話しかけられたらもう鬱陶しかったのをして、うん、ちょっとすみませんって言った時に、うん、その番組でトランクをこう、うん、あったんですよ。あーなるほど、トランクあるからちょっとって言われたんですよ、うん、あれムカつきましたね。あトランク上乗せろよと思って。なるほどね、うんうんうん、これがあるから結局物理的にも倒れないんですけど、うんうん、であの時にもうそのままね席移動して、あれ嫌やったなっていうのありますけどね。あ自由席やから移動できたって、自由席やから移動できたけど指定席やったら、うん、もうねもう終わってますよ、うんうんうん、そんなんもあるから。いやいやそうですよ、うん、だからなんか今ね、うん、でっかい荷物ある人のために後ろ、うん、はいはい、一応予約みたいになってるやんか、うん、でもでっかい荷物持った人多いから、うん、あれあんまり数がないからすぐ詰まるじゃないですか、うん、はいはいはい、それ以外の人はもう、はい、持って自分の席のとこ置いたりとかするわけでしょ、うん、はいはい、
あれがだからもうなんでみんなの大きな荷物を持ってくるのかな、何が入ってんねんそこにみたいな話ね、なキャリーバッグなんか知らんけど、はい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 、多いでしょ今、多いですね、うん、あれもまあ、うん、いろんな大きさがあって、うん、ちっちゃいのから超めっちゃでっかいのもあるんですけど、ありますよ、大体そういうのはめっちゃでっかい人ですよ、うん、だからまあ後ろに置いたりもするんだけど、うん、あれ置かれるとこのそこの後ろの席、うん、後ろの席イコールその人の席やったらあれやけども、うん、まあ自分が、うん、その後ろの席まで予約、まあ、してるから誰も置かんと思ってんだけど、うん、後ろ空き空きやったら置く人が出てくるじゃないですか、はいはいはい、だからもう倒せないわけですよ、うん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 、うん、ってなる、あれやめてほしいですよね、うん、であんで上の2台あの網棚、うん、網棚っていうかあるじゃないですか、うん、新幹線とか、はい、そこに乗せろよって思うし、うん、でまあちょっと力なくて無理なんやったらそれを誰かに乗せてもらうとかせよって僕は思うんですけどね、うんうんうん、いやなんかあの辺ちょっとトラブルの元ですよ ね、うん、すよね、新幹線はね、うん、だからその辺気使うからなんかで乗るのがちょっと嫌になるんだよね、新幹線に、うんうん、まあバスも当然そうなんだけど、うん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 、やっぱだからこうどういうのかな、うん、もっとこうスムーズにね行く方法ないのかなと思うけどね、うん、そうですよね、やっぱその他人さんとの関わりって結構やっぱりしんどい時ありますよね、うん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 、はいはい、でもなんかさ隣に座った時平気で話する人とかいるやんか、はいはいはい、うん、もう絶対あれできないですね、うん、えそれっていうのは、じゃ あ、 あの新幹線で3列あったとするじゃないですか、うん、でこれ先生がいたとして、うん、こっちに知り合い同士がってことですか、うん、いやあの例えば、まあ、2席のとこするやんか、はいはい、E と D かな、うんうん、だから E に座ってるやんか、うんうん、だから D に座ってくれているでしょ、はいはい、その人話しかけてきたりするやんか、竹内先生にですか、うん、だから時田もおるやんか、だから 僕ということじゃなかったけども、はい、初めて会った人同士がさ、うんうん、どこまで行かれるんですか、うんうん、とかなんか話してますよ、あ、もう嫌ですね、もう嫌でしょ、なんであんな話できるのかなと思って、うん、うん、いや確かにね、それはほんまにちょっとやめてほしいですよね、でしょ、うん、でほらまたそれが観光地で、うん、同じもん見てるとかやったらええやん、はいはいはい、天橋立見て、うん、偉いあの、うん、あのほってなんかあれですけど、ガイドブックよりちょっと大したことないでんなとか、うん、みたいな、そんなんやったらまだいいじゃないですか、あ、まあ、新幹線みたいな取り留めて何の話題もないでしょ、はい、うん、そうなの、何をしゃべることがあるの、何をしゃべるのがね、うん、あのどこからですかとかいうようなことなのかな、どこまで行かれるんですかとかほっといてくれみたいな、知ってどうすんねんっていうのがあるしね、ね、うんうん、ついてくるつもりかみたいなね、こともあるし、うん、な、こうなんかまあね、僕極端ですけど、うん、はいはい、新幹線だけじゃなくって、うん、なんかもう話しかけられるの嫌なんですよ、なんかまあね、うん、うん、あのね、それで言うたらね、うん、冷たい人間だなって思われるかもしれないですけど、うん、昔あのパン屋さんでちょっとバイトしてたことがあったんですよね、はい、もうスポットでね、はい、で忙しいんですよパン屋さん、それはそのパン屋の店を構えてるわけじゃなくて、うんうん、露店みたいなところにパンを持ってきてで置いていかがですかってやるんですけど、うん、あのわっと並ぶんですよ、はい、で並んその日に完売せなあかんから、うん、結構急いでさばいていく、だから一人のお客さんがめっちゃ大事なんですよね、うん、来てくれるお客さんっていうのがね、で並んだ時にやっぱり後ろに並んでる人とかって時間かかるなと思ったらパッと行かはったりするから、並んでる人みんなにさばきたいわけ、はい、僕はね、はい、その時にこのパンを買ってくれたまたおばちゃんがね、うん、いやーここのパンが好きでね、はあはあ、あんなうちのね、うん、お父さんが好きなのよこれをね、今これを5枚切りにしてね、うん、ちょっと厚手に切ってね、上にバターをちょっとやって上から砂糖をまぶして食べるのよ、これがいいのよって言ってくれるおばはんがいてる、うん、いてたんですけど、うんうん、帰れよと思ってごたごた言わんと、ごたごた言わんと、帰れと、帰れ、後ろ待ってるからと、うん、いやもうそういうことでしょ話しかけられて帰れって言うんじゃなくって、うん、皆さんお待ちだから、お待ちだから、そうそうということでしょ、そうそう、うん、そのエピソードを聞かしたことで、うんうん、生まれへんぞ何も、まあね、うん、確かにね、うんうん、分かる分かる、でももう並んでるがゆえの気持ちだよね、うん、そうそうそう、並んでなかったら冷たい人間やからね、うん、並んでる時間あるのに聞いてあげないみたいな、一応並んでるからですよね並んでなくてもちょっと思うかもしれないですね、あの僕はあれですよ、はい、コンビニの昔、はい、天王寺の方で事務所やってる時にね、うん、会社やってる時に、うん、その近所のコンビニで、はい、めちゃくちゃ入ってるとこがあったんですよ、はい、めちゃくちゃ入ってるんですよ、うん、でなんで入ってるのかなって言ったら、そこのコンビニのレジ売ってるおばさんが、うんうん、ものすごいんですよ、うん、という並んでる
だから女子中学生が女子高生を並んでるんですよ。それを的確にさばいて打ちながら、うん、全部の話を聞いてるんですよ。うん、なんとかちゃん元気なの、うん、でどうなったらあの子、うん、学校に来てるとか言うて、はい、ああ言うて、うん、でこう全部さばいて、うん、こちらのあ先生どうなの最近とか言うていろいろ言うてくれるとか言うてもう全部の情報を把握して、はい、全部指が動いて全部のあれをテキパキテキパキやっていて待たさない。うわーめっちゃ優秀な人やないですか。だこの人がおるからあるとこまで流行ってるわけよ。あ、うん、普通前もスーパーの話ありましたけど、うん、どっちかになりません。そうそう、うん、話するだけで遅い。そうなんですよ。もうあれだよね、ライフ。まあこのなんかおばちゃんと話し合ってさ、うん、もうこうレジがさ、もうおばちゃんのあれがもうちょあと1個ぐらいで終わりや、うん、で僕が並んでるわけ、はい、もうあと1個割やのに、うん、名残惜しいのか、うん、1個売った後もちょっと喋ってるわけよ、うん、もうだからもう早く、まあ、このねえなんとかレジに生かして3番に行ってくれって言われて、うん、俺の売ってくれと思うんだけど、うん、なんかいやあの人はやっぱりそうだよねとか言ってなんかやってるわけよ。はいはいはい、はい、うん、もうあれがちょっとしたことで苛立つんですよ。いやあれはほんまね、うん、それ喋ってどないすんねんいうことでしょね、うん、で聞いててもさ、うん、別に大したことないねんで、ね、ないですよ。なんかだから飲みに行ってまでする話じゃないんですよ。うん、うん、その場で、うん、その場の限りの関係でいるからこそちょうどええ話題なんでしょうね、うん、だからそれほどみんなその責任とか意味とか求めてないんだよね、うん、求めてないね。なんかこう適当に言うてて、うん、適当に合わせてて、うん、まあ言うときゃいいと思ってて、いいと思ってて、うんうん、それちょっと僕無理やな、ちょっといただけないなと。いうことですね。まあ、いろいろ他人さんとの関わりにはいろいろありますけども、ね、はい、ありますけど、まあ、渡り歩いていきたいと思います。はい、また明日です。